皆さんこんばんは、マシンガン山本です。今日のお題はですね、ベースボールラブで野球のお話をします。あのですね、実はあのプロ野球のね、オールスターの中間発表なんですけど、これ毎日集計しておりまして、毎日ですね、なんか夕方の日にですねアップされてるみたいなんですよ。僕初めて知ったんですよ。前ね、あのセリーグのピッチャーがですね、1位がですね巨人の戸郷投手だったんですけど、なんと村上投手がですね抜きました。でですね、もう思ったのがですね、未だにですね、なんていうんですかね、中日の選手がノミネートされてないセリーグっていうところでですね、まあね、あの外野手の方がですね、なんとですね、もう近本選手、広島の秋山選手、ノイジー選手でですね、またもやね、あの中日の大島選手入ってます。マシンガンがね、中日好きだったらそこはてななんですけど、あのパリーグの方がですね、ピッチャーはね、佐々木朗希投手がね、もうダントツなんですよ。そこにね、あの山本由伸投手がね行きまして、第3位に宮城投手がねランクインしました。でね、昨日ね、あの2000回ね、あの2000回投球達成した和田投手がですね、なんと5位までノミネートしてきました。なんとっていうかね、もう和田投手すごいですね。でキャッチャーの方がですね、もうすごいな、すごいんですよ。こんなにね、あのホークスの甲斐選手とですね、まあ、今年からオリックスに移籍したね森選手、ここまで差が開くか、5万票差ぐらいねついてるんですよ。そしてですね、なんとね、今カチューのね、まあ、ね前3位だったね西武のね、まあね、山川選手がね4位にちょっとランクが落ちまして、多分選ばれることはないのかなっていうふうに思っております。でね、まあ激戦区のね DH 部門ではですね、柳田選手とですね西武のおかわり君が争ってるってことでですね、まあね、こうねオールスターを見る限りですね、マスダスタジアムとですね、まあ今年はですね、ドラゴンズの、ね、球場というところなんですけども、皆さんもせーあのなんていうの、ドラゴンズの選手いっぱい入れましょうよということでですね、マシンガンね、ちょっとね明日以降ですね、オールスターのねファン投票の書き方とですね、この選手一押しっていうところで、ね、入れますんでですね、皆さんプロ野球のオールスター盛り上がるように頑張りましょう。